写真拡大。中日が26日の阪神戦、名古屋ドームに3対9で敗れ、3カード連続負け越し。両リーグ最速で20敗に到達し、最下位に転落した。1点リードで迎えた8回に悪夢が待っていた。中日3番手福が西1、2塁から福留に左前同点的自打を許すと、4番手ゴンサレスも梅野、中田に、近本に敵自打を浴びて、あっという間に4点のビハインド。本来ならば防御率 1.76 とリリーフ陣の中でも最も信頼できる祖父江をリードの場面で投入したかったところだが、ブルペンでの練習中にちょっと豆ができて今日は使えなくなった。与田監督とベンチ裏ではアクシデントにも見舞われていた。これで借金は今季最多タイの8。もう常にできることをやっていくしかないので、いろいろな数字、負ければ当然いろいろな話になっていくと思いますけど、我々はシーズンが終わるまでベストを尽くすということだけですね、という与田監督だが、なんとか浮上のきっかけをつかみたいところだ。